しいです。あまり普段、対象圏なんて違うって言われてもしょうがないかもしれない。そういう食べ物なんです。これは。これ頼まないでください。これお疲れ様です。メンバー秀野昌司です。今日はですね、うちの、冷凍商品のですね、新作のですね、こちら、こってりつけ麺を作っていきたいと思うんですけども、前回は、つけ麺の作り方をやったんですけど、今回は、前回の時は、鍋をこう2つ用意して、麺を茹でるやつと、スープを温めるやつを2つ用意して、で、作るっていうやり方を、まあ、それがまあ通常の作り方なんですけど、で、それでちょっと面倒くさいな、なんていう時はですね、おすすめのというか、本当に自分のために作る時だけ、誰かにこう作ってあげるとか、そういう時じゃなくて、ああ、めんどくせえな、自分で食う分だからこれでいっか、なんていう時にやる。そういう作り方をちょっと、それこれから作っていきたいと思いますので、ぜひ、今回もご視聴よろしくお願いします。で、まずはお湯を沸かしていきます。まあこの辺は普通なんですけど、いつもと同じく。で、今回は1個だけです。これ見ていただくと。よいしょ。そしたら、営業しながら撮ってるんで、隣はスープです。営業しながらじゃねえや。仕込みしながらだ。よいしょ。で、普通に火をつけます。で、まずちょっと沸くまでしばし待ちます。あ、ほんで、めんどくさいって時は、もう、この状態でもう入れちゃいます。お湯の状態で。で、このまま、出して、沸かしていきます。あ、そうだ。このいつも、使ってる、麺を茹でる、この入れ物。テポとかって言うんですけど、これ鉄砲から来てる。鉄砲猿。もともとは。で、それが、鉄砲とかになって、変わってって、テポとかって今呼ぶんですけど、これもともとは麺を玉に見立てて、テポ、玉を入れるザルっていうことで、鉄砲ザルって、テポって呼ぶみたいです。ぜひこれ使ってみてください。そしたらお湯が沸いてきたら、まだこれスープなんか温まってないんですけど、もう取っちゃいます。取っちゃって、ここの、もう先に入れちゃいますね。そしたらここにもう、麺入れちゃいます、そのまま。よいしょ。そしたらね、このまま、しばし、茹で上がりを待ちます。で、その間に、さっきこう、入れておいて、まだちょっと温まってないんですけど、そのスープを、こっちに、入れちゃいます。まあでも結構温まってるか、結構温まってるね。でこの茹でてる時間の間にレンジで温めちゃいます。でレンジでまあ1分とか1分ちょっと温めれば全然 OK なんで温めちゃいますね。そんでですね、私としたことがですね、ちょっとタイマーを押し忘れてしまいまして、まあ、でもよく、茹で時間何分ですか、まあ、一応うちのやつの説明にも書いてはあるんですけど、まあ、お好みでいいと思うんですよね。ちょっとコツとしてはこのちょっと柔らかめに茹でてそれを締めていただくと、水で締めるとちょうどいい柔らかさとか、例えばラーメンと同じような茹で加減で揚げちゃうと水で締めるとちょっと硬く感じちゃうので、なのでちょっと柔らかめに茹でていただいて水で締めるとちょうどいいと思います。だからその締め方もね、例えばすごいギンギンに冷たい水でやるのと、例えば20度ちょっとぐらいの水で締めるのとではちょっとまた感じが変わるので、夏と冬とでちょっと変えていただけると、夏は
あとちょっとしっかりめにやってもいいんですけど、同じ感覚で冬の冷たい水でやると結構カチカチに麺が硬くなるので、まあ硬いの好きな人だったらそっちでもいいと思うんですけど、まあ大体こんな感じですかね。そしたらこれを揚げていきます。よいしょ。で今回はめんどくさいので、めんどくさい方々仕様なので、まずここに一回ザルにもそのまま開けちゃいます。そしたらこの茹でてた鍋でそのまま洗うと、そうするとまあボウルとかね洗い物も減るので、うん、まあまあまあいい感じじゃない、こんな感じで。これは締め方もね、まあお好みなんですけど、こんな感じです。そしたら皿に盛って、まあこれもさっと、こうまあこれは別にただの見た目なんで、こんな感じです。それでは完成です。よいしょ。これ普段のつけ麺と比べるとちょっと違いがわかるかな、わかると思うんですけど、麺は一緒です。麺は同じ麺にスープがちょっと違うくなってます。ではいただきます。うん、うん、久々食ったんですけどうまい。結構なんていうか魚介のサバの感じも残ってますね。これは食ったら大腸圏なんて違うって言われてもしょうがないかもしれない。全然違うもん、甘みがまずないので。でもこれ甘み入れたいって好きな人は、甘いの好きだっていう人は家の砂糖入れてもらえれば、でお店でも砂糖入れることもできるんで言っていただければ。うん、うん、うめえわ。でね、やっぱりね箸の持ち方って難しくてですね、まあ何歩かは良くなったとは思うんですけど、箸の持ち方がうわーって言ってくる人いるんで、なかなか外国人にも同じこと言うんですかって言ってやりたいですけど、今一生懸命矯正中ですので、そこは多めに見てください。あ、やべ、みんなこれ家でスープ割りするときなんかも、なんか例えばだしの素っていうか、お味噌汁に入れるようなあれをちょっとお湯に溶かしてもらって、それを入れるとちょっと一味ワンランク上のスープ割りになると思う。だしパックでこうねうまく取ってとかって言うとなかなかあれなんですけど、それでも簡単に作れると思うんで、つけ麺ってほんと何ていうか自由度の高い食べ物というか、お好みで結構変えれたりするのが楽しみの一つだと思うので、うん、こんなこと言っちゃあれですけど、思ったより美味しいです。あまり普段こってりつけ麺の味見ってしないので、うん、うまいね。ねえ、最近こってりつけ麺食べましたって言って大正軒の味を楽しみにしてきたんですけど、大正軒の味違うかったって言われることがすごい多いんですけど、そういう食べ物なんです。これはこれは甘みがちょっと苦手だっていう方とかに
まあ、僕がちょっとあの好きなあのラーメンショップ系のあのつけ麺をイメージして作ったんですけど、そういうものなんで、もしその大正軒が昔大正軒食べたことあるんですとか、東京住んでた時大正軒行きましたとかっていう人、それをあの期待されてうちに来ていただける方っていうのは、あのこれ頼まないでください、これ頼まないでください。もう普通にあのつけ麺っていうメニュー、あのメニューメインのメニューあるの でなんかただこってりつけ麺っていう名前がそういう感じなんで、ただ背脂が入ってるだけとかちょっと脂多いやつなのかなってイメージされて食べる方もいらっしゃって、メニューにも一応あのボタンのところにも書いてあるんですけど、あの背脂とあのなんとか甘みなしですって書いてあるんで、ちょっと こっちをあの対象券を期待してこっち食べちゃうとまるっきりもう違うものになってる、あわざとというかそういうあの僕がその技術がないのもあれなんですけど、まるっきり違うものを作ってるんで、あの違うって言われてもさしょうがないというか、そうなんでこれはもうあの勘弁してくださいというか、なのであのでね、これ両方なんか楽しめるメニュー作ろうかなとかと思ったこともあったんですけど、こっち食べちゃうと多分普通のこの通常のつけ麺がちょっと味わいが変わるというか、こっち の味がかなり強いので、なんでちょっと俺はあの勘弁していただいてです、すみませんけども、つけ麺を、固定つけ麺頼まないで、つけ麺を頼んでください。ですね。ということですね。これ、今度、うちの自販機ですかね。で、こってりつけ麺、販売開始しますので、今まだしてないんですけど、多分これ公開、動画公開されるときにはもう多分販売開始されてると思うので、順次ですね、まあ、好評であれば、通販の方とかでも、販売したいなというふうに思ってますので、こちらのつけ麺とともにですね、こってりつけ麺もあの愛していただきたいんですけども、大正軒を少しでも感じたいという方はですね、こってりつけ麺を頼まないでください。つけ麺をぜひよろしくお願いします。ということで、今回もご視聴ありがとうございました。で、ね、ここもね見ていただくと分かるんですけど、ここに東池袋大正軒継承の味っていうのがつけ麺がずらっとメニューあって、その下にこのこってりつけ麺、甘みなしの背脂とニンニクのパンチのある味って書いてあるんですよね。そう書いてあるんですけどね、なかなかこう見ていただけないというね、難しいですよねやっぱり。